はい、こんにちは。今日はですね、この着物についてちょっとお話ししようかなと思っております。この着物、デニムです。裏もこんな感じでデニムなんですよね。で、これね、いわゆるブラックデニムってやつなんですけれども、どこで買ってきたかと言いますと、タイです。タイでね、まあだいぶ前になるんですけれども、タイの生地市場みたいなところがあるんですよね。で、そこにこう大量のデニム地が置いてあると。で、そこに行きまして、そこで買ってきたんです。で、その時はだから、反物じゃないですよね。いわゆるデニムをだいたい自分で計算して何メートルから買ってきたらいいのかなと計算しまして、で買ってきました。で、それをですね、仕立ててもらったんですけれども、まあここなんかも、普通でしたらこう生地がこう重なってるんですけれども、もういいですよと。いわゆるこうビョーンってこうなってる一枚もんなんですよね。で、一応飾りでこうステッチ入れてもらってます。で、この辺もこう赤のステッチで、こういう感じで、ね、ステッチ入れてもらって、作ってもらいました。で、この着物のね、一番素晴らしいところは、着物を着ているとよくありがちだと思うんですけれどもね、物が入んないんですよね。こういうね、携帯電話とか財布とかね、これ どうします？大体たもとに入れるんですよね。たもとに入れると重いからもうブランブランになる。じゃあ懐入れようか。もともと大きいお腹か、めっちゃ大きくなっちゃう。で、ポケット作ってもらいました。どこに作ったかと言いますと、ここです。見えますかね。ここにちょっとステッチ入れてポケット入ってます。で、ここから携帯が出てくると、こういう風な感じで、こんな感じで入ると、こんな、着物を作ってもらいました。で、何でしょうね、オリジナルで着物を作られる方にぜひポケットつけてほしいなと思います。で、もちろんその生地が、例えばお召しであるとか、そういうふうなこう、まあよそ行きと言いますかね、そういう着物でポケットってどうかと思いますけど、これもう土台デニムですからね、いわゆるジーパンですわ。ジーパンなんで別にこういうポケットがあってもいいかなと思うんですよね。というように、ポケットがある着物は非常に便利だということが分かりましたんで、まあこういうちょっとデニムとかで遊び着ですよね、遊びで、使えそうなこの着物を仕立てる。で、なんかちょっと自分で、オリジナルといいますかね、そういうことが、可能、仕立て上げるときに可能ならば、ポケットはなかなかおすすめやと思いますので、今回そういうふうにちょっと お伝えしようかなと思いました。で、この私の動画ですけれども、とうとう1000人という登録者の皆さんが、おられる状況になりました。で、これから、また、もう少しこう広げて、いろんなことをお話ししたりとか、いろんなところに行ったりとか、もうできたらいいなと思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いしますということで、今回は、こんな感じで終わりたいと思います。では、また次回の動画でお会いしましょう。